けですか。ロールテカテ。トトポス。トトポ、あ、トトポスとかポテトチップとか。あ、ポテトチップにも。そう、え、リンゴとか。リンゴも。な感じ。こんなにも。ハンドにアバネロズ。アバネロだ、すごい。ね、アバネロまで例えるのはやっぱり好きですよね。好き、アバネロが多分唐辛子で一番美味しい。みなさんこんにちは、サンドラです。今日は渋谷まで来ました。今日はパルコの屋上でタコスパーというところを見に来ました。こんな美しい景色を見ながらタコスを食べるのは最高じゃないですか。それではちょっと見てみましょう。¿Cómo estás? Bien. ¿Hablas español? Un poquito. Taco bar no Koba es. México nickname es Pepe. Y se llama. Tomodachi mina. Omae no mitame es Pepe. Da. Hajime Mario kara hajimatta. Demo judge de Pepe ga katta. Da kara Pepe ni narimashita. Tomodachi wa Mexico jin desu ka? So desu. Ya, Nihon de Mexican no restaurant de hatarayte ita toki ni. Mexico ita koto arimasu ka? Mexico ni wa mada nai desu ne. Ah, yasa hiite kudasai. So, ikitai desu.もしメキシコ行きたかいたらどこ行きたいんですか。ユカタン、まあ、もちろんオアハカもそうですけど、あとプエブラも行きたいし、まあ、いろんな街が好きだと聞いてるんで必ず行きたいなと思っています。なんでこの道選んだんですか。ずっとレストランワークをしていたんですけど、まず食材に不満を持ったというかサービスにも不満を持ったから一度農家で働いて、そしたらまあ唐辛子というのはすごく面白かったんですよ。でそれで唐辛子を使いたいってなってルーツを調べたらメキシコでした。メキシコのレストランで働き始めて、そうです。でそこと待ちっぱいして、で自分でやろうかなと思って。そうですね。あとファミリーに受け止めてもらってカルニタスの作り方、まあ、どういったもので、まあ、美味しくお酒を飲むか。あ、お酒といえば酒あります、はい、何の酒ですか。テカテ。テカテ。Para que no se ponga nervioso. すげえ緊張する。一番好きなタコさんなんですか。こっちにいた。え、自分で作ってるんですか。作ります。あ、すごいですね。私も作り方知らない。本当ですか。本当です。まだ若いですよね。の。の。アジアンマジック。40歳です。嘘。嘘じゃだって。同じじゃん。嘘。本当。いや。うわ。うん。あ、ごめんなさい、私5歳下です。ずるい。全然見た目はなんかもう私より若いと思ってた。多分唐辛子。あ、唐辛子の魔法ですね。唐辛子のおかげがもうフレッシュだから。ずっとポップアップショップをやってたんですけど、1年でまあお店がちょっとクレームで出ることになりまして、で半年間ケータリングして、まあ、フェスに行ったり。っていうところから人間関係ができて、ここのコミューンというルーフトップをやってる運営会社に引っかかったって感じですね。すごいな。でパルコよ。パルコは昔からずっとカルチャーを、ファッションカルチャーを作ってきた商業施設、モールですね。なのですごく歴史があのファッションカルチャーで必ず出てくる商業施設になると思います。みんなパルコに来ると思うよ。あのニンテンドーチョップに来るたびにここに。ニンテンドーはめちゃめちゃいっぱい人いる。ニンテンドーチョップに来たらあの後にタコス食べに来てください。お願いします。今はですね、まあ、ちょっとお店の横座ってるんですけど、すごいね、すごい人がいっぱいいる。そうですね、なんかイベントスペースなのでいろんな多様にイベントが組めるという場所にタコス屋を設けてます。スタグラムを見ると踊ってるのを見てます、うん、踊ってるの見てる。だからエイプリルに、まあ、アニバーサリーがあるんですけど、4周年アブリルヌエベディエスでサバードとドミンゴですね。でここでタコバーのアニバーサリーをやります。4年間ということで、ちょうどコロナの時どうだった。だからもうパルコに入って2年、コロナ全然お客さんは知らないお店になっちゃっていて、まあ、こうやってパーティーがあると人は来てくれるんですけど、やっぱパーティーのポップアップに見えちゃうから、だからそのスポットでいるお店に見られることがある。でもいつもあるんで、いろんなイベントも見に来てほしいし、タコスも食べに来てほしいなと思います。 あれがあるの。あ、ハリトス。ハリトスはもうちょっとで友達がインポートするから、そしたら始める。メキシコ人はやっぱり飲む。飲みます。ハリトス5月ぐらい。
わすごいですね。多分インポートオフィシャルになるから。あすごい。やはりとさここだけかな。いやでもインポート始まったらみんなセーブできるからどんどん広がるんじゃないか。あ、ではここですよって言ったよ。ここここ。日本には正直ですよ。本当。Trajo unas calcomanías de Cobas, Cobas, Cobas. Ese es el logotipo de su tienda, Taco Bar con K, ¿eh? Taco Bar con K. Togarashi de irona sosu skoteru desu ka? そうですね。辛いものが好きですか？いや、辛いものはそんなに得意じゃなかったんですけど、辛くない唐辛子がある。まあベルペッパーもそうだし、日本にもししとうとかいろんな辛くないものがあるんで、それを唐辛子と認識してなかった。唐辛子イコール辛い。辛くない唐辛子があることを知って、でパプリカとかすごく香りもあるし、辛くないけど旨味になる。その唐辛子を使うとコクも出せる、出汁も出る、辛味も出る、苦味も出る。でもうその一つだけでもいろんな食の幅が広がるから使いたいとなって、すごい。でメキシコはサルサだし、そうワーオってなって、エサスサルサコバスコよろしくかわいいよ。そうで僕の名前がコバ。あなるほどね。だからコバスコ、ペペじゃなかった。そうペペスコでもいいね。あペペスコバも本当はタコスって C だけど、そう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 、僕は K コバだから。あタコバ、タコ、コバ、タコ、コバ。なるほど、すごい考えたね。そう、遊んでる。これはアバネロと、アホ、シトラス、かわいい、ね、ナランハとか入ってます。そうフルーツホットソース作ってます。でフルーツは今、イチジク、フィグ、あとパイナップルとかマンゴー、あとシーズンで、まあ、キウイもやるし、本当に何でもフルーツ使ってホットソースを作ります。で日本のホットソースも今トライして、まあ日本のわさび、しそ、山椒っていうのを使って、まあ日本人も食べやすいようなホットソースも作ります。あこのソースはメキシコで売ってほしいんですか？ねえ、ね、食べてほしい、食べてほしい、私食べたいんですけど。もちろんポロスペスト、すい、あー、グラシアあるのは今5種類ぐらいかな。いやハラペーニョと今ハバネロだけ。農家さんがやっぱトリニダードスコーピオンとかジョロキアとかも送ってくるんで、使い方が難しくて今チャレンジしてます。僕唐辛子の料理が好きなので、これを売るためにタコス、だから農業を始めて唐辛子が使いたい、ルーツがメキシコで、やっぱタコスはストリートフードだから、やっぱストリートで食べれるものはどうしてもよくて、でそれでタコスとここには意味がリンクするん で, そ, うでそれでタコスというものも真剣にトライしてます。その農業はチリだけですか？チリじゃない、チリとトマティオも作るし。どこで手に入るのどこで買えばいいのここで、他の、まあ、メキシコより行ってるんですけど、まあ、たまにトマティオがあるんですよ。もしかしたら自分のトマティオですか？いや、多分みんな他の作ってるんじゃないか。自分でって言った。ここそうか、できないなそれ。今年はちょっとエパソテとかもちょっとトライしたいし、なんかできるだけ日本で作ったもので、やっぱフレッシュじゃないとどの国の料理も美味しくないと思うから。日本人はフレッシュが好きですよね。フレッシュ好き、やっぱ辛さも違うし香りも違うし、日本でどれだけの食材が育てられるかっていうのは勝負になってくるなと思います。でも僕ら多分でもハバネロだけ作ればいい。ああいいね。そうだからハバネロがメインで行きたいけど、なんかやっぱメキシコの友達とかあれないの、これないのっていう話になるんで、じゃあ一回テストしてみるって言って、毎年毎年作るものが増えていく。この前の地震はどうだった？ここにいたの？フィタリングしながら飲んでた。いやこれ大丈夫かな。ここは10階。そう景色は綺麗です。下だけど、こっちは上の中での上だから、なんかまあ景色はすごい。景色は綺麗、すごく綺麗です。でも渋谷が見えます、ね。天気いい日はマウント富士見えるし。あそうなんだ。そう。すごい。まあいろいろなんかみんな楽しんでくれてる。ファミリーもでも全然来れるし、ね。そうだね。¿Qué están haciendo la masa? También es igual a manitas. Supongo que deben de hacer bastantes. Y anda bastante ocupado porque hay bastante gente. Prueba, craft beer, no. Planto. Ah, ah, ah.
になる。クラフトビールのもともと終わった樽をクラフトして、こういうアガベ入れたり、友達がデザインしたり、こういうアート持ってきたり、なんかちょっとカルチャーショップみたいになっていて、なんか好きなものを好きな形で買ってもらうって。これ友達がやってるカニは、ロスダンサンセスっていうメスカル。すごい。でアリプスも今入れたし、でも他のもあったんですけど、やっぱ回ってっちゃうんで。タコバー。これがマンゴーいいハラペーニョ。あ、美味しそう。すごいハラペーニョのいい香りする。いいね。ありがとうございます。イチジクとハラペーニョ。なんかすごい香りが。あ、楽しんでます。ありがとうございます。で、山椒、ジャパニーズ山椒とハラペーニョ、わさび。あ、わさびとハラペーニョ、辛そうすぎ。そう、これがハバネロとシトラスのホットソース。というか、タコ酒じゃなくて、メキシコで、はい、あのポテトチップ買うと、せますね、ソース。サルサ。そう。ドトポス。ドトポスとか、ポテトチップとか。あ、ポテトチップにも。そう、あとは、あのリンゴとか。リンゴもあとタヒンとかじゃなくて、タヒンも言いますけど、あのビール、あとビールな感じ。こんなにもあ、そう、麺は少ないと思うマジで。そう、でもうまそう。美味しいですよ、美味しい。もう何かけるの？あのバレンティーナ、バレンティーナかけますし、でもこれ結構なんかハラペーニョ味になんか味が出ると思うんで、すごくなんか美味しそうだと思うんです。やろう。めちゃめちゃだね。いや、すごいね。そう、いや、あとやってみよう。ポップコーンとかもかけます。ポップコーンも。そう、なんでも、そう、ポップコーン。これはあのケチャップじゃなくてソースです。そう。マジで。やったことないけど、うまそう。美味しい。さっきこの香り、香りポテトチップのハラペーニョ味もあるので。あ、そう。そう、ここにはないので、もしかしたら普通のポテトチップを買ってこれをかけたら美味しいんじゃないかなと思った。なるほどね。はい。子供とかいると辛いもの作らないファミリーで、だから僕らはこれお母さんたちに使ってもらう。カレーに足してもらったり、なんかいろんなパスタ、ミートソースにはちょっとボロネーゼっぽくなるしとか。あとラーメン。ラーメンもかけますよ。そう、ラーメン美味しそう。ハラペニワニのラーメンが美味しいと思う。はい、サンディビリアです。わー、おーおー、すごい、なんだこれ。わー、すごい。美味しそう。あ、おい、あ、いいね、このいっぱい玉ねぎもらうのは嬉しいよ。本当？うん、嬉しい。やっぱりメキシコ人が玉ねぎがないとダメ。ね。そうですよ。食感だからね。そう。あ、すごい。もうメキシコ人じゃん。あんでれ。うん。たまにですよ。すごい。おいしい。はい。やのます。Te veo como bien rico。Oigan, pues vamos. Ay, qué rico. Vean.Ándale, doble tortilla. ¡Tran! Doble tortilla. Es que es bastante carne. Uy. Uy, huele bien rico. Sí, huele bien rico. Aquí lo importante es que están bastante llenos, tienen bastante carne. Los puedo hacer con bastantita carnita, vean. Está deliciosa esta birria. ¿Quesabirria? ¿Es la birria? ¿Qué más está? ¿Quesabirria? Ah, no. Ah, no. Ah, no. Chizu.あのケサディアとビリア、ケサビリアっていうの、そうそうそう、最近人気出てきてるんですよ、メキシコで。最近ですよ。昨日ケサビリアやってた。じゃ あ、そうなんだ。昨日ケサビリアやった。ケータリングで。初めてビリア食べるの、日本で。うん。そう。そう。やったー。うん。うんうんうん、うん、está muy rico。 Gracias。 うまい。面白い、美味しい。 está muy rica la birria aquí。 うん、サルサは何でも。 voy a usar esta salsa de wasabi con habanero porque me está haciendo ojitos。 まあ、メキシコにわさびがないから。ないですよ。 うん、いいと思う。 あ、tengo un poco de miedo。 怖いんですよ。 怖いからって、怖いって。 うん、うん、美味しい。 鼻から出ると思ったけど、出ない。うん、そう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 、うん、香り、うん、とあとサワー、マンゴー、あ、マンゴー、あ、美味しそう、マンゴー、マンゴーいいハラペーニョ、これ甘い、甘い、うん、そう、うん、美味しいよこれ、エサメグスタン、そう、マンゴーもそうだし、イチジクもマンゴーにすごくタッチ似てる、うん、これはアマネロシトラス
これからそう。いやでも絶対好き。あ、好き？本当に？ピカッとピカッと。ええ、本当に本当にノーハポネさん。本当にリアルワールドピカンテ。うん。おいしい。いける。うん。おいしい、これおいしいよ。本当？辛いよ。辛い辛い辛い。やっぱり辛いですね。メヒカーノ。ピカ。ピカ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 。rica, pero está bien rica. Ah, ¿cuál es frío? ¿Ski? Ah, ¿cuál es frío? Ah, ¿cuál es frío? Ah, muy bien, muy motiquita. ¿Cuál es qué? ¿Cara yo? La otra será yo. ¿De qué es que llena la heiki? Ah, ¿cuál es frío? ¿Cuál es frío? Gracias. ¿Poca no es así? Es así, es así. Ima jalapeño beso しかない. So, a mari, ne, cara y no ya no hay gata ni va.すごいやっぱり。でもやだ、なんかまたいい。これ美味しい、本当に。よかった。何も食べなくて。あ、ごめん。そういう意味じゃない、そういう意味じゃない。大丈夫、これも入れといてください、みたいな。うなおらススリープ。1時間遅刻しました。本当にいいの入れといて。もちろん、もちろん、もちろん、もちろん。正直や、やっぱり正直。本当だ、ノーNo problema. No hay problema. Aquí todo se aguanta bala. これは山椒。ジャパニーズ山椒。多分メキシコ人は知らないから。日本人は辛いの苦手な人多いから。ね。だからこのぐらいマイルドだと。そうですよね。だからフルーツはミックスしようと。あ、もしよう。うん、フルーツは美味しい。うん。山椒の香りはあるよ、ね。うん。Es una picanada. Como ponerle un poco de especias. Es que esto no existe en México el 山椒. Tiene un diferente sabor. Especias. タンがズビリ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 。牛肉とか家でやった時に。なるほど。あ、そうですよね。牛丼も合うし、あとまあちょっとそばとかも。これはフィグ。これもマイルド。このマンゴーです。うん。すごいフルーティー。うん。フルーティー。Todas están muy, muy ricas. Todas están muy buenas. でも美味しいよ。ありがとう。うん。でも、いつもないんですよね。これはない。これはもう本当に。入れてよ。いや、あー言わなくて。いや、入れるといいと思うよ。ね。美味しい。ね、ビリア。ビリア。Está riquísimo. Díganle. Queremos birria. Queremos birria. ビリア、普通に言ってください。美味しい、本当に美味しいよ、ビリア。昨日、グラスアーティストがメキシコ人でプエブラ出身で、で、初めずっともうこう来てて、1個って言って、で、ビリア食べさせたら、懐かしいって言ってくれたから、それはものすごく嬉しかった。なんかそういう喜びもあるんだみたいな、初めてなったから、懐かしいって言われたことなかったから、今までは、あ、カルニータスだねとか言うけど、そんなに。食らわせれなかった。あ、ビールやっぱり、うん、入れた。本当に美味しいよ。ビール大変なんだもん。あ、そう、ああ、頑張って。頑張ります。Bien buenos los tacos de birria. No tengo que nada tienen el menú. Ah, están deliciosos. Yo vendría por otro taco, sí. Claro que sí, vengo por otro taco. También buenísimos. Esa salsa está bien picante.¡Tres tacos! ¡Sugoi! ¡Sugoi! ¡Qué coipa hay temas, ne! ¡Volume! ¡Volume mantan de sio! ¡Vegetales! Es como si de puros vegetales hay que tener hongos. ¡Adobada! ¡Carnitas! ¡Vean nada más! ¡Vean nada más! ¡Wow! ¿Ya se les antojó un taco? Pónganme un emoji de tacos y ya se les antojó un taco. ¡Salud! ¡Fanta! Así que ya saben, pronto va a haber... ¡Jaritos! ¡Ja! ¡Volume! ¡Es bastante! Es bastante. Vean nada más. No, sí. ¡Para su yukiro! ¡Okagesamare! おかげさまですごいね本当ですよ本当にすごいねうん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 
Están bastante grandes, así que no vengan comidos. Están bien, bien ricas. Primero sin salsa, luego le voy a poner la salsa. Este es de adobada mojayimete. ¿A un to? La primera vez que voy a comer de adobada. Me gusta porque la tortilla está quemadita. Me encanta tanta la tortilla quemadita.結構アドバが好きだった、子供の時に。子供の時思い出した。パシージャとか使うんだけど、最近ちょっとハバネロに変えた。ちょっとタッチをハバネロのホールを入れて、ちょっと香りとちょっとだけ本当に薄く辛い。美味しい。あら、el de vegetariano。美味しいよこれ。ありがとう。しげのこ好きです。嬉しいです。自宅やなくて、何食べてるの？しめじとかパプリカとか、あとナス。あ、ナスだ。そのナスちょっと肉っぽくなるね。エッグプラント。あとネギ。ナス大好き。Me gusta este. Es que tiene, bueno, a mí me gustan las verduras. Yo no comía verduras hasta que llegué a Japón. Descubrí lo rico de las verduras. Tiene berenjena.だいたいみんななんかやっぱり肉でも肉だけじゃないんだ、野菜も美味しいよ、日本野菜が美味しいと思う、そう日本美味しい、そう今スペイン語で言ってた、あ言った、そうだ言った、bueno pues déjenme como yo aquí platicando y dándome el chat y ahorita venimos con ustedes。 今ヒゲが流行ってるのは何ですか、なんでなかなか日本人で見当たらないヒゲですけど、タコスやり始めてから生やした、そしたらタコスが作ってくれた家。あ、そうだね、これね。そう、で、それはもうね、タコスフィンガーにマスタッシュ。すごい。こっちが、ブッダハンドにアバネロズ。アバネロだ、すごい。ね、アバネロまで例えるのはやっぱり好きですよね。好き、アバネロが多分唐辛子で一番美味しい。美味しい。一番美味しいね。香りもあって、パンチもあって、フルーティー。他の唐辛子は使い方がまた違うけど、アバネロが一番好きです。メキシコ人がね、また日本に入るようになったら、やっぱりパークで遊びに来ると思うんで、ね、ぜひね、来てほしいんですよね。日本人が作ったソースを食べてほしいです。そう、持って帰って。え、日本で作ったソース、ね、お土産として持って帰るの。ねできたらいいなと。メキシコだけは辛いソースが好きですか？メキシコ人とアメリカ人はずっと辛いのを言ってくるから、やっぱりどんどん辛いホットソースが求められちゃうし、日本人は辛くないの方がいいから、ちょっとフルーツと入れてマイルドなホットソースを作っていく。で、まあ、この幅が僕らのホットソースの幅になってきてると思うんだけど、テキーラ飲みましょう。どうもどうも。いや面白い方ですよ。いやありがとうございます。皆さんのおかげさまで10キロ太りました。幸せの10キロです。Están bastante gordos。 Japonesa, esta japonesa hace que sí le va a quedar muy bien a ese taco. Guajillo. プレゼントします。ya tengo para hacer comida en la casa. Ancho y guajillo. ¡Yay! ¡Qué feliz! Ya, me quedé escogiendo ese chihuahua. ¡Urecí, urecí! ¡Yo estoy feliz! ¡Bien! ¡Tararirari! ¡Uy, qué rico! ¡Ay, hombre! ¡Qué niño, mira, Ana! ¡Ay, qué rico! ¡Arigato! ¡Arigato, arigato! ¡Ya, mureshii yo! ¡Nakanaka te ni haira nai, honto wa! ¡Mantaku te ni haira nai desu yo! ¡Yuka, mina, kai ni kurun janai desu ka, daishou! ¡Ya, sapota suru kedo! ¡Ore ra mo nakunatchau shi! ¡Ne, ya, mo yappari, motto motto ippai tsukuru! ¡So, demo yappari, chotto desu ne! ¡Ne, qué rico! ¡Ay, así que! Bueno, pónganme ahí qué puedo hacer con estos chiles. ¿Qué recetas se les antoja que haga? Y hacemos un video para el canal de vlogs. Y así, pues usando estos, ¿no? Porque ya le echa el ojo algunas recetas. Pero ustedes pónganme una y a ver cuál gana para hacer una receta con estos chiles. Aquí atrás está todo muy en Tokio. Está todo muy Tokio, Tokio. Entonces, mira, comiéndote tacos. Acá con todo Shibuya de fondo está hermoso. Claro que ahorita en la noche pues está oscureciendo. Se pone más bonito todavía.
empiezan a prender las luces de los edificios, se ve hermoso, yo no me veo nada, ¿verdad? Pero acá se ve hermoso, con tus tacos aquí, comiéndotelos todos, así que eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias, recuerden ahí comentar, dale like, si no estás suscrito, suscríbete, e ir a su página de Instagram y díganle, ¿te viene el video de Sandy? Para que nos regale más chicas. Mate más. Bye. Hola, birria, y pues se lanzó a comer birria. Sí, no, bueno. Ándele. Ay, hola. Vida alcohólica. Ya están aquí cerrando. Ricos. Bien ricos estos taquitos de birria.